あ今声入ってる。あ、反応はしてるよ。どうっていうか今いいかな。うん、まあ、とりあえず今録画してるから、はい、テスト中。普通に喋ってみてどうか。大きすぎないか。なんか今遅く、ほらサメがいる。ほら、あ、本当だ。サメいるか。え、サメじゃない。そんな大きくなかったよ。ハンマーヘッドじゃなかった。一瞬でいなくなったね。まだいるそこにね。ほら、あ、サメだ。あ、サメ、サメっぽくな。ハンマーヘッドじゃな。あいつ俺を狙ってるね。いや、狙ってないと思う。美味しそうな豚がいるぞって。誰に声掛けしてるの？いいですか？いいよ。よいしょ。今日風なんもないじゃん。うん、ないね。最高だね。もう湿気がすごいね。ん？湿気が。うん。霧がかってる。湿度がすごいだった。すごい水が透き通ってるね。うん、どうあるかな。漁師さんたちも結構動きがないけ、この間より漁師さんたちの動きがあるよね。うん、そうだね。こんなこの間動きなかったよね。うん、やっぱ休みだったのかな。だったのかもね。短期運転します。おはようございます。ただいまの時刻は5時30分ちょうどです。今日は3時半に起きてきました。眠たいです。風もなくて釣りやすいかもね。かけるよ。いいよ。寒くもなくて気持ちがいい。起きてくるまでがめんどくさいけど、来てしまえば楽しいよね。来てしまえばね。うん、来るまでが一番きつい。あっちの奥の方から行ってる。え、なんで。あ、そうそうそう、この間ね。そうそうそう、うん、あれです、予断を下げてね。三本線、このマップ、クイックドローマップ、クイックドローコンターズ、マップレコーディングで、OK。 もうびっくりしそう。これあれってキリなの？キリだな。ああいうのが雲海とかじゃなくて。あ、そうなんだ。そっから見ると雲海に見えるんだじゃ。うん。
分解。恐ろしい。自分解。さっきまで綺麗に見えてた桜島が。このように雲のような霧のようなもので覆われて全く見えなくなりました。なんかめっちゃ怖いんだけど。あれ、お尻でロープをつけてね。ん？お尻でロープって何？針？お尻でロープ、あの落ちないようにの脱落防止の。ああ、それね。え、どこやったの？そこにあるよ、目の前にあるじゃん。見えてたけどね。見えてはいたんだけれどさ、綺麗に拾えてますでしょうか、はい、これつけれる。5時50分、釣りを開始いたします。今が、あら、もうだった。今が39m。もうそんなに流れた。うん、あ、今31。はい、センキュー。ちょっと一回戻すね。おお、おお、はい、一旦戻ってきましての59m。すぐ流されるからね。今日もスロージギングでいきたいと思います。釣れるかな。本当に桜島がないとわからないね。めっちゃ絡んどるやんけ。方向がベイトボール。ん、なんか触った。なんか触った気がしたんだけど。ん、駆け上がってるからね。あ、嘘でしょ。速攻で、これはいけないよね。この根がかりが、あ、取れた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 。怖っ。根がかり恐怖症だわ。そこから5回ぐらい巻いた方がいいんだな。こんだけ流されるの早ければ。あ、今2回ぐらいしか巻いてないでしょ。うん、2、3回ってとこだね。2、3回ってことは 2、3m ぐらいしか上がってないからね。お、来た。お、マジで来た来た来た。いいじゃん。おお、え、結構叩くけどマダイかな。だからもうトン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 してる。マダイさんじゃないですか。マダイっぽいね。根魚ではない。そう、リールの持ち方一番いいけど強いからね。こうだね。そうそうそう、思った。ここがさ、くねくねしてるよね。元と上だけど。ちか、手首がこれじゃ痛いんだけど。だから言って、手首が痛くなるって言ったじゃん、お前。大丈夫、来た。来た。ちょっとでかいんじゃん。いや、でもそこまでないかも。なんでか。もう来る。おお、ええやん。すれがかりか。ぐるぐる回ってる。ドーリングマダイ。はい、あ、サイズ的にいいね。うん、いい。前回に引き続きあったし、結構また今日もいいのかもしれない。調子がいいね。うん、たまたまなんだろうけど。どういうことなんだい？だからスロージギングが合ってんのかな。うん、そのやり方が釣れるんだろうね。はい、さーい、やっと桜島が見えてきました。ね、霧が晴れてきた、ね、うん、晴れてきた。やっと、今日は曇り予報だけど天気は良くなるのかな。青空が見えてきてます。うん、鹿児島も梅雨入りして。そうそうそう、だったね。暑くなるよね。暑くなるよ。
もう梅雨が来るからね、その前に。梅雨も入ったんだよ。入ったんだよね。何言ってんの？今話してるね、うん。どういうこと？いや、なんか梅雨と私の中でなんか別って感覚があって、うん、梅雨っていうワード今言ったのに、うん、また風が出てきよったぜ。お、サメ。え？お、何だった？あれ何？サメ？サメだよね。なんか勢いよかったよね、これサメなの今の。多分なんか折ってた。あのこいつあげよう。いや、マジでだよね、うん、今の怖かったよね、うん、笑い事じゃないよ。え、なんか折ってたよね、今でもね。えってことは下に餌がいないんだ、上がってきてるってことは。めっちゃ今勢いが良かったよ、シャーってシャークだけにシャーってこと。いや、笑えないよ、そんなこと言って危ないよ。いや、魚入れようよ。だけ死にいれば喋ることもないだろうね。うん、ないよ。話題も。あ、しまった。あ、起きてた。起きてた。今のちょっと面白かったね。めちゃくちゃ追い合わせしてたね。オラオラオラ。寝かかったと思ったんだもん。落ちパク。ちょっと面白かった。これはもう寝魚だ。多分でかいんじゃない？結構いいサイズ。うん、まさかかかると思ってなかった。ね、今のは油断してた。もう寝魚来ないって思ってたからさ。うん、このジグにはそんなことはないのさ。おお、おお、あ、なんだ、おかしょ、はい、はい、おもんでした。このジグリサイクルショップで400円でした。結構釣れるね。うん、釣れる。よいしょ、来た。おお。いい、いい。何でしょうか。ね、仲間だけど、そんな大きくない。仲間だった。ボールで食った。うん、ちょっとパク？落ちパク？落ちパク？うん。なんか下からこうできた感じがした。今日も調子がいいね。やっぱり一匹当たりがないなぁと思ってたけど。ねえ。おー、なんか。お、大きいじゃん。同じサイズぐらいださっき。うん。かかり方はどう？かかり方は綺麗にかかってる。はい。はい。おお、またさっきと同じぐらいのサイズです。はい、ここからですね。あの別撮りであの音声を入れております。はい、ちょっとねマイクの設定がおかしかったのか音声が一切入ってなかったです。はい、でビーコさん早速何かかかっています。うん、この日もね絶好調。
絶好調だったね。絶好調でしたね。まあ、最近ですね、あのって言ってもこれだけどね、あのワイヤーみたいな、なんか変な3号証的なやつだったね。そうそう、これね、寝がかったと思って、あのカズさんが10分ぐらい船ぐるぐる回したよね。 それでも取れなくて、もう無理やり、もうジグなくしてもいいから引っ張ってって言ったら、これごと取れました。気持ち悪いよねこれね、なんだったか、ワイヤーでもないし、よくわからないものだったね。はい、です。ここではですね、釣れてないですね。で、最近ですね、あのビコさんすごい調子がいいんですけど、その訳が、まあ、ありましてね、何すんで、今ちょっと話して、ちょっと何、なんか言い訳始めたと思ってる。いやいや、私は私の腕を信じてるからさ。鼻で笑ったよね今ね。はい、何で、その、まあ、スロージギングをしてます、まあ、ビコさんはね、で僕の方は一応 青物狙いっていうことで、あの同じジギングをしてるんだけど、はい、何か来た、ここにまだ来ました。これマダイだよね、いや言っちゃいけないでしょうよ。あ、言っちゃダメっけ。ダメよ、まあ、言っちゃったんですけど、はい、ここでね、また私の竿にかかって、まあ、結局この日は僕は何も釣れなかったよね。そうなんですよ。で、はい、話の続きを、話の続きをね。でスロージギングをして、あの、まあ、僕はね青物狙いで、ビコさんはまあ青物と、まあ、基本根魚狙い、でスローなジグを、スローなジギングをしてます。スロージギングですね、でね、ま、この日からかな、前回の動画では、まあ、ビーコさんね、あの竿はノービっていう7000円の安い竿を使ってたんですけど、今回ね、あのバデルっていう、バデルだったよね、そうそうそう、ダイワのバデルっていう竿を使ってます。で、あのね、この間ね、あの中古釣り具店に行ったら、狙ってた竿が あって、でそれを購入したんですよね、まあ、あの2本あって、でシマノの、グラップラー BB タイプスロー J っていうのが欲しくて、でそれがですね、BB6 の2っていうやつで、結構柔らかめのスロージギング用ロッドなんですよね。でその隣にこのダイワのバデルの SJ、63B の3っていうちょっと固めの竿で、対応軸が 260g までいけるやつで、今この実際ビーコさんが使ってるのはその固めの竿です、で使ってるジグも190g の重たいやつ、今使ってるのは150かな、ちょっと軽めのやつに変えたんだよね、あまりにもこの巻き心地が重たいっつって、ね、そしたらまたこの青物とかマダイとかね、いい感じで釣れてくれたんですけど、青物は釣れてない、青物は釣れてない、マダイと根魚が釣れたんですよね、物は釣れてないんですけど、でその多分重たいジグと動かし方、ジグの動かし方っていうのがすごい良くて、あの結構調子がいいです、今2回連続、でこの釣り方っていうのは、あの別な YouTuber さんの釣り方を参考にしてます、でその YouTuber さんは釣りしか、チャンネルさん、まあ、カタカナで釣りしかって YouTube で検索したら出てくるんですけど、その方が船釣りで習得した編み出した釣り方なのかわからないんですけど、その釣り方でめちゃくちゃ釣ってます、でそれを参考にさせていただいて、まあ、ビコさんの方が、まあ、めっちゃ真似してるんですけど、それがね、めちゃくちゃ効いて、真似られてるかわからないですけど、でもこれだけ釣れてるんで、私の下手っぴなね、今まで釣れてなかったのにさ、前回から取り入れたんだよね。そうそうそう。そしたらもう取り入れたその貝から爆釣じゃん。そうなの、そうなんですよ。で僕はやってないんですよ、その釣り方を、いつも通りやってて釣れてないんですよ、だからいかにその釣り方が効いてるかっていうことなんですよね。そうです、はい、これは全部私が釣りました。そう、いつもはこういう画角では撮らないんだけど自分で釣れたやつだからか知らないけど、はい、
今日釣れた魚たちです。最後ね、あのカズさんがまだ釣ってなかったから帰れ待てんしようかと思ったんだけど、まあもう必要以上に取る必要もないし、帰れそうになかったから、うん、もう帰れそうになかったんでもうこんだけあればね、うち十分なんで帰りました。結局今からさばくんですけど、一応一旦全部はさばくけど、今日食べるのはもうちょっとずつ食べていこうと思います。なんか一気に食べるとね、私ちょっと飽きちゃうから、あの 2,3 日で食べ終わりたいと思います。腕が疲れてきた、うん、じゃあ始めたいと思います。ビールを飲みながら、今日のじゃあ夜ご飯が出来上がりました。初のね、タイのこれソテーって書いてあったんだけど、クックパッドで見たら美味しそうなのがあったので作ってみました。照り焼き風ではあるけど、照り焼きではないと思います。まあね、餃子がちょっとテフロンがもう剥げててひっついちゃって、ちょっとかわいそうなことになってるんですけど、Was it easy for you? Yeah.